エリー駅は大韓民国系機動群浦市、エリー道にある韓国鉄道公社の駅。乗り入れている路線は、線路名称上は、京府線、香川線、安山線の3度線である。京府線は当駅には、電車線を走る京府電鉄線電車のみが停車する。香川線、安山線は、相互直通運転を実施しており、ソウル交通公社4号線も加えて、首都圏、 電鉄4号線という運行形態を形成している。首都圏電鉄には駅番号が導入されており、京府電鉄線は P149, 香川線、安山線は443の駅番号が付与されている。3.4番線ホーム島式ホーム3面7線を有する地上駅で京上駅舎を有する。通過線は京府電鉄線の A 久校、 B 級校や京府線の列車が使用する。京府電鉄線は通過線を含めて2面4線を使用しており、その外側に安山線、香川線が発着する。したがって京府電鉄線ソウル駅方面と波川線方面、京府電鉄線水原、天安方面と安山線方面は同一ホームでの乗り換えが可能である。従来は、 駅南側にのみ駅舎があったが、バスの停留所から遠かったなどの理由で、2006年に駅北側にも駅舎を新設した。出口は、南側の駅舎には1番から5番まで、北側の駅舎は6番から8番まで、合計8カ所ある。3両線合計の近年の1日平均乗車人員推移は、下記の通り、駅西側には、住宅地が広がる。 32https コロンスラッシュスラッシュニュース .naver.com スラッシュメインスラッシュリード .nhn モードイコール lsd&mid イコール sec& 指導1イコール 123& おいどイ,イコール 298&a イコール00028010759ありがとうございます